イスで1940年代に試験されていた試作ヘリコプターである。メインローターは3羽根で、ティルティングハブにより制御される。またトルクの補正は、胴体後方の左舷側から空気流を吹き出すことで、達成される。1943年、主要な出資企業である g j ウェアリミテッドは、消滅しかけていた、シエルバオートジャイロカンパニーを復活させた。 これは空軍省の出した COE-16-43 に基づき試作ヘリコプターを開発するためだった。W9 はジェームズ・ジー・ウェアの主張、つまり自動コレクティブピッチ制御を備え、動力化されティルティングハブで制御するローターとジェットを吹き出してハンドルク制御を行うことを調査するものだった。彼はこれらはすべてシコルスキー r 四の搭載していた手動による メインローターのサイクリックピッチ制御、コレクティブピッチ制御、そしてハントルク制御を行うビブローターシステムよりも安全かつ効率的であるとしていた。W9 は1944年遅くに完成し、シリアル番号は PX203 が与えられた。本機はピッチとフラップの連結から生じた不適当な位相の制御によって地上滑走中に損傷し、 試験飛行は1945年になるまで始まらなかった。W9 の外観上の最大の特徴は、トルクを打ち消し、機体の方向を制御するために、ビブのテールローターを使うのではなく、空気を吹き出したことにある。可変ピッチのファンがエンジンを冷却した。加熱された空気とエンジンの排気は長く、空洞になったテールブームを通過し、右舷側から吹き出される。 操縦士のフットペダルはファンのピッチを制御していた。しかしもっと興味深いものはコレクティブピッチの自動制御を可能とする回転速度変動を備えたシャフト駆動、油圧作動のローターハブである。こうしたローターシステムの開発はティルティングハブと各ローターブレードごとのサイクリックピッチ制御を組み合わせることで制御力を最小に抑える結果となった。 コレクティブピッチの自動変更システムに加え、手動ピッチ制御が追加されたことで、ホバリング時の正確な垂直制御とオートローテーション時の効果による着陸時衝撃を緩和する機能が与えられた。1946年6月22日、W9 はサウザンプトンの航空展示で初めて公にデモンストレーションを行った。また本機は1946年の 第7回イギリス航空宇宙企業団体で展示されている。このヘリコプターは1946年の事故により破損し計画は放棄された。W9 のローターハブの部品は W14 スキーターの試作機に利用された。データは客中による。ザイラストレーテッドエンサイクロペディア・オブ・エアクラフトオルビス・パブリッシング。ありがとうございます。